Então, minha senhora, konnichiwa. Watashi wa mamazu no Maori ho de asu jiko shoukai san ano shimashita desu ga, ようこそ皆さんいらっしゃいました。私が非常にハートでは大事なところに持っている平和、ピースについて皆様とお話ししたいと思います。私はクリス・ブレイトンと申します。オークランドのベースにしてあるピース・ファウンデーションのジェネラル・マネージャーです。42年間、この仕事、このピース・ファウンデーションの関係で仕事をしてきました。本日は皆さんに対して、ビジョンですね、私が考えているビジョンを皆さんとシェアしたいと思います。平和、ピースというのはどんなイメージでしょうか。私たちは周りの自然のある環境の中にある太平洋ですね。では、平和を、全面的に平和をどういうふうにそれが成功できることを皆さん考えていただきたいと思います。私たちはこの太平洋が私たちのリングと思ってますので、また Kakogawa市長様が以前にも我々の一緒に協力している仕事とか平和がその一つなんですけど、その関係、そのつながりをどういうふうにもっとますます深めることを考えています。私たちのピースファンデーションのビジョンですね、目標といいますと、本当にさまざま幅広いなんですが、まずそのフォーカスとしては、南太平洋、パシフィックでは、パートナーシップというか、パートナーになってくださる国とか組織ですね、同じビジョンを持つことですね、皆様、いかがでしょうか。まずですね、ニュージーランド国内で、成功になった事業とかについてお話したいと思います。私はまた個人的な経験について、ニュージーランド国内ではなくて、海外で経験したこととかですね、について話をしたいと思います。平和というのは、この地域、太平洋の地域では、我々の目的だと思います。で、成功できると思います。この目的、目標、いわゆるビジョンと言いますと、非常に前向きに考えてますが、協力が、その一つの一番大事なことではないかと思います。この目的では、我々、オークランドの、目的ではなくて、またニュージーランドの目的ではなくて、太平洋ですね、パシフィックの全員のためですね、全員が持つ目的だと思います。私たちはリーダー、指導できる機会ですね、として、私たちはまたみんなが同じビジョンを持って、それから、私たちの地域 の, ための平和ですね、それができると思っています。これはオークランドだけではなくて、加古川だけではなくてですね、私たちパシフィックに住んでいる人たちのみんな全員の目標だと思います。簡単な事実、簡単なことだと思います。誰かが、もしくはどこの組織が、どこがきっかけになってスタートしないといけないと思いますが、私たちはその時点だと思います。自己紹介させていただきます。私はこの国に住むことを選んで、またこの町に住むことも選びました。私の歴史、私の過去で経験したこと、20年間以上ですね、人を集めて平和のため一緒に働くことが私は今までやってきたことです。私のパッションは、パッションですね、熱心なことは人を集めてですね、また個人個人じゃなくて組織も一緒になって、さまざまなプロジェクトの導入を通して平和を実用的に実施できることです。皆様には、びっくりするかもしれませんけど、私は30歳の頃、チームのリーダーとして、ソビエトユニオンは以前のソ連ですね、とモンゴリアが一緒になって、環境問題に関する仕事、プロジェクトをやりました。このプロジェクトって言いますと、その参加したメンバーと言いますと、ラッシュと、
イランとかテルクマンスタインとかあの、まあ、カザフスタンとかアバジンとか、結果としてはそのカスピアン軍人ですね、カスピアンシーの、あの環境プログラムを導入というか実施することができました。で、本当に世界中でも、もうスタートといいますか、世界中でも第一日、第一本目として、またEU、ヨーロッパユニオンと、それから国連と、それからワールドバンク の、 支援ですね、によって、まあ、実施することができました。まあ、成功できないだろうという、まあ、当時では、そういう批判とかありましたんですが、ビジョンの、皆さんが共通持った、ビジョンの、おかげで成功となりました。またその結果では13カ国 の、 環境大臣が、協力して、実施する、プログラムを実施することができました。2010年に私が、まあ、この写真を撮ったらシドニーで、写真なんですが、合計で1万2000キロメートルを自転車で走り回って、オーストラリア、インドネシアで、平和と、それから環境問題をですね、地元の人に理解させるために、素晴らしい、旅行じゃない、なんて言いますか、こんな、程度、走りました。まあ、7年前の話ですね。平和って言いますと、様々な道、また様々な分野があると思います。オークランドについて、私たちが向かっている課題について、お話したいと思います。ピースファンデーションの、ビジョンとか、ミッションとか、価値観が、書いてあるようです。ピースファンデーション、まず、ビジョンのことでは、まあ、地元の人たちと平和、これは地元、全国的、もしくは世界中の、コミュニティ、が、平和に住むことですね。ミッションは、様々な、文化、年齢関係なく、平和の、関係を作ること。これは地元の人とだけではなくて、世界中との人の関係、友好、プレンシップですね、教育、研究と実際の活動を通して、こんなような平和の関係を作ることです。で、価値観では、価値観では、このミッションの、実施するために、Tility を Vitan に。これは、人権ですね。人権の、守ることによって、このミッション、私たちの仕事を実施したいです。私たちのフラッグシップ、いわゆる主な仕事ですね。と言いますと、教育を通して、まあ、小学校、から全てですね、学校を通して、協力を提供しています。生徒、彼らの家族と、彼らが、付属しているコミュニティですね、まあ、ピース、平和に関する教育を、提供しています。クールスクールズプログラムっていうプログラムを実施してますが、まあ、テストとかそれが実際に成功しているところがはっきりと分かっています。まあ、そのピースっていう平和って言いますと、もちろんですね、課題とか問題があることは、まあ、認めています。それをどういうふうに解決できるかですね、が我々の目的です。うん、このクールスクールズプログラムの中でですね、その生徒に自分の何ですか、身につけて、いただきたいスキルですね。と言いますと、まず、まあ、この4つですね、その問題についてそれを、理解してもらうことですね。誰との喧嘩とか、誰かとの問題が出ていると、それで、どんな、なぜですね、それはいつ行ったこととか、それからどこで、問題になったかということです。まあ、その基本的なスキルといいますと、関係作りですね、それから積極的に聞くことですね、アイコンとか、その話している人に向かって集中することとか、
またその、まあ、フィードバックと言いますが、はいはいって分かりましたというような、そうですね、その反応のことと、また聞いてる話を、それが自分で理解できることと、それから実用的な質問をですね、オープンに、まあ、質問したりとか、情報を集めるため、自分に役立つ情報ですね、集めることと、どういうふうにその情報を聞いて、それをどういうふうにプロセスできること、解決できること。それで、その、高校生ですね、高等学生は、こういうふうに、そのコメント。私は ECO でアフリカのエチオピアからしてます。で、一応、懲戒といいますか、ミディアイターとして、まあ、いくつかのスキルが、身について、特に人に関するリレーションシップですね、関係について、まあ、問題になって、それを同時に解決することですね。私が、また、まず人の問題に関して、聞くことですね。それからどういうふうに相手を対応すること、預かることですね。が、平等的であること。私に預かわれるようにも、自分からですね、もう、その預かり方について、わかりました。で、その、懲戒ミディエーション、つまりこの、ファンダーションの、プログラムに実施した、結果として、参加した結果としては、私は、例えば学校でのその結果とか、その場合だけではなくて、家でもその結果、親との結果になって、どういうふうに解決することが、まあ、一つのスキルとして身につけていました。アウェアネス、だから、周りの、こととか、周りの人に関して、まあ、なんですか、理解することと、それから、エンパティですね、感情とか、お互いの、気持ちを理解すること、また、青少年的にも、問題とか、その課題を解決すること、問題の、管理することですね、また、リーダーシップを開発、それから、個人ですね、に、力をつけること、それから、世界中のグローバルシティズンですね、に、成長する。この後ですね、まあ、原爆、反対の、こととか、また、他の、話について話したいと思います。今度、まあ、ただいまの、ビデオは、5歳ですね、ニュージーランド国内の、学校の、ケアの、プログラムでしたんですが、今度ですね、1945年 の、 長崎 の、 その原爆 の、まあ、避難サバイバーですね、和田雅子さんからの話です。で、ここでは、彼女がコスタリカ の、 第一国連 の、 本部ですね、で、彼女はそのコスタリカ の、 第一と握手して、彼女は、たまたまそこに、なんですか、国連に出た理由は、原爆ですね、を、まあ、批判している条約ですね、を、条約を、まあ、結ぶために、300万人からのサインですね、シグネチャーを申し上げます。また、次に、ニュークリアフィー、原爆がない世界はどんなものに見えるかですね、皆さんに話したいです。この前、8月6日に、広島記念日に聞いたばかりの話なんですが、まあ、一人の被爆者、広島の被爆者からの話によりますと、によって、私が経験したことについて、70年間を、このようにオープンに話すことは70年間かかったと。なぜこんな長くかかったと言いますと、私は恥ずかしくて、まあ、被爆者のイメージですね、被爆者の、そういう、まあ、そうですね、イメージが、ついてるから、非常に恥ずかしくて言いたくなかったんですが、私のまあ、悲しい話は、またはその副作用とかが誰でも聞きたくないと思ったんですが、今現在では、
私の義理、私の責任としては、世界中にも知らせなければならないと思います。また将来にも私と同じようには、同じような障害ですね、ならないようなことは私の責任です。1987年にニュージーランドが、ニュークリア系に、原爆犯罪、平和の国を発表しました。また、今年6月11日に、30周年を祝うため、私たちはオークランドドメインですね、博物館のすぐそばの公園ですね、で、記念の集まりを。当時、1987年は、本当に私たち人間の歴史の中では、非常に珍しい時期だった。私たちの経済とか、政治家とかですね、のことより、周りの環境を、第一にする時期でした。また、オーグランド市長、フェルゴフさんは、7000人の市長の中で、これは世界中の平和の市長ですね、の中で、彼がこういうふうに言いました。また今週、オークランド市内では、またニュージーランド全国的では、スクールピースウィークですね、平和の一週間、学校で、今、プログラム実施してますが、ニュージーランドですね、がニュージーランドの歴史では、ニュージーランドの世界中での、最初に、原爆の、武器ですね、を、反対する国としては、大方面のステップをした国です。ニュージーランドはその平和を向かって平和を探している国です。オークランドが、ピースシティ、平和の街として非常に、真面目にコメントをしたいと思います。ここではオークランド、平和の街の条約ですか、証明書です。皆さんに最初にちょっと提案しましたが、私たちの目標としては、私たちのようなピースの街ですね、太平洋にさまざまなあちこちにありますが、また皆様は自分の道を通ってですね、各市民、各国民ですね、は自分の国での個人的な、コメントに個人的な目標とかゴールを作って、平和に関するビジョンの結果というか考えていただきたいと思います。自分のライフ、またはコミュニティの中では、太平洋の中では、平和の生活を進めたいと思います。ここで、認めたいことですが、Kakogawa市からの、ジェノロスでは、とても親切さですね。Kakogawa市から、いただいた、平和の鐘ですね。私たちの、成長している友好関係ですね、のシンボルとなること、または、お互いの、平和の、目的ですね、報告できてみたいと思います。また、この25周年の際、私たちのパートナーシップ、市と市の間のパートナーシップを、それが元になってですね、太平洋に、平和のことですね、を特に若い人たち、青年に、2024年というのは今から7年先なんですが、そこで私が、思い出したことなんですが、日本とまた、ネイティブアメリカ、アメリカの原住民の伝統によるその部族に関する、決心ですね、は7世代がかかるという昔からの話ですね、思い出します。このように私たちもこれが元にしてですね、一緒にビジョンを持って、一緒に目的を持って、その障害を決めることができると思います。英語ではパシフィックというのはピースフルですね、平和のあるの意味です。私たちの住んでいる地域、パシフィックにもその言葉ですね、が実施になることを今日一緒に協力しましょう。Thank you. ありがとう。